さあ次の試合が、この2人ですね。さあまずはフモ選手が上がってきました。さあ続いて徳田選手が上がってまいりました。さあそれでは、はい、お二方じゃんけんをしていただいて席についてボタンチェックをお願いします。さあこれフモ選手といえば、まあ、家庭用で、はい、イグザードサインが出てから、復活ですね。復帰ですね。そうです、はいはい、プレーしていたんですが、家庭用からまた新キャラのエルフェルトを触ってかなりもネタ開発が、そうですね、非常に自分の名前の字でフモスペシャルという、フモスペ、はい、非常に強力な連携を、しっかりあのレシピを作って公開までしてますからね。でさらに改良もされてますし、はい、これからまだまだ伸びそうだということで期待してですね。さあ対するは関西から当日予選上がってきた土倉選手ですね。もう全国大会でも優勝経験、そうですね、3回ぐらいしてるんじゃないですかね。海外の大会にも、はい、もう積極的に参加しているということで、こういった家庭用の大会ではかなり慣れてるんじゃないかなと思いますね、はい、そういうところでアドバンテージもあるんじゃないかなと。非常に楽しみな試合ですね。さあおそらくキャラクターは、フモ選手がエルフェルト、はい、そして土倉選手がシーンですね、なんじゃないかなと思いますが、さあ現在ボタンチェック中でございます。めっちゃ緊張しますね、はい、まあ選手もおそらく緊張します、はい、すごい試合が本当に予選から常に続いているのでもう見入ってしまうんですよね。さあまずはボタンチェック見ていきましょう。さあワンピーガーですね、こちらの女性キャラクターですね。こちらが、フモ選手ですね。フモ選手のエルフェルト、そして、2ピーガーの男キャラですね。こちらがドグラ選手のシーンということで、これキャラクターエルフェルトは一体どんなキャラクターなんでしょうか。そうですね、エルフェルトは非常に強い強力なキャラクターなんですけども、そのシンが、はい、あの非常に牽制が遠距離 S、 そしてビッグドライバーと長い技、はい、相手の遠距離 S、2S の間以外から触れることができるということで、はい、非常にあの戦いやすい方なんじゃないかなと思いますね、シン側が。まあ、逆にシンはどういったキャラでしょうか。シン側もですね、このカロリーゲージの管理が非常に、大事なんですね。必殺技を打つごとにあの肉のゲージ、カロリーゲージですが、はい、こちらが減ってきてしまいますので、これの管理をしつつ、途中で補充をしながら戦わなきゃいけないですね。なので攻め続けることができない。キャンセルをする場合は必殺技から必殺技でキャンセルができるので非常に強力なキャラクターですね。さあそして一発の破壊力がでかいこのキャラクターですね。さあ端に押し込んで、さあドグラが固めていくか。さあしかしそろそろその肉のゲージが減ってきているので、そうですね、どこかで、まあ、攻め続けるわけにはいかないって感じですかね、はい、さあこのエルフェルトはこの重火器を使って戦うキャラクターですね。今ショットガンを構えていたんですが、ジャンプハイスラが漏れている。さあロマキャンを使って、ここはドグラは投げを選択、画面端、おうまい。さあ投げ返して、ここからどのようにいくのか。カウンターヒットしている、突き足、おっとこれは突き上げで締めて、さあまずは 1P 側、フモが1ラウンド選手。さあ続いてラウンド2開幕、ドグラが読み勝つ、端に押し込んで、これ端に行くとやはりその逃げるのが非常に困難ですよね。かなり厳しいので、まあ、それは両者言えたことなんですけども、まあ、やはりそのトラバイヤの連携の密の濃さがあのすごいですね。確かにこれは拾いをちょっと見せてしまったか。ジャンプハイスラーで落として、ここは崩す、これバーストを使ってドグラは一旦フモの攻めをしのいでいく。さあ立ち回りに戻る、遠距離戦ですね。やはりこの中距離は新側のこのスライディングのエルクハントが非常に強力ですかね。さあまだ終わらないか、これはライドがライトニングは、これは普通に
突っ込んでくる、これ空中で軌道を変えられるんですが、いや、パインが残ってたんで、はい、その爆発が当たるかなと思ったんですけど、そこはちょっと抜けてきたということで、少し対処が遅れたかなといった印象ですね。さあ、野村が逆転勝利してラウンド3。遠距離です、カウンターなので、このしゃがみハイスラーがつながります。ジャンプ防止をして、このショットワンを構えている最中はジャンプが、そうですね、できないですね。できないですよね。下げ段で崩して画面端テイクラッシュのコンボ、これはおそらく肉を食べるでしょう。ここからこれリバーサルのジャッジベタハーを警戒でしょうかね。そうですね、あと飛び逃げも非常に多いので、そこに対してブルバッシュを置いていくって感じでしょうか。さあ、ほらエルクをヒット確認してキャンセル、ライドのライドニング、ハメビーク、ビーク、さあドグラが攻める。さあ、パイン構えて投げていく、裏にも判定がある、このジャンプアイスラー。さあ、パインを構えて、ここで捕まえられればエルフェルトがチャンスがあるんですが、デッドアングルですね。ゲージを 50% 吐いて、まあ、いやらしいですね。そうですね、相手の攻めをしのいでいきました。さあ、ドグラが取って、まずは1セットですね。はい、さあ、2試合選手で行われているので、まだまだ試合は続きます。さあ、次2セット目ですね。これをドグラが取ればそのまま勝利ですね、はい、さあ、ここバーストをクモは選択していく、空中投げで落として、これ裏に回ってめくりを狙っていく、さらに出すと横出すとは、これはおそらくそうですね、ちょっとアーケードのレーザーの、はい、さあ、肉を食べて出すとはしっかりガード。さあ、パイを構えつつ、空中のこのブライダルエクスプレスが非常に強いですね。有利を取りつつカウンターでコンボができる、この技。さあ、吹っ飛ばして、いやー、この投げ釣りですかね、はい、投げ釣りですかね。タイミングが着地ずれるんですよね、はい、まあ、釣られてしまうと今のように食らってしまう感じですかね、はい、さあ、画面端コンボを決めてドグラが取っていく。やはりかなり離れしてる感じはそうですね、ありますね。かなり冷静です、ね、終始。さあ、ここはやはり投げ釣りのバルチャー、ダッシュ投げが通って、ここから置き攻め、ここ一旦下がる、はい、見てますね、もしっかりしている。さあ、しかもその肉のゲージもしっかり管理していますね、はい、ブリッツシールドをスカリに確定を決めていく。さあ、これで 2-0 で勝利したのは、2P がですね、ドグラ選手、おめでとうございます。いや、すごいですね、かなり安定感あります、はい、序盤はかなり、はい、友選手も押していたと思うんですが、やはりちょっと上から攻められてしまうと、その金 S でしか対空がちょっと難しいかな、はい、で最後はそのブリッツに頼ったんですけども、しっかり読んでタイミングをずらして潰していたっていうところですかね。確かにエルフェルト の、まあ、弱点といえば弱点だと思うんですけど、そうですね、上から、まあ、斜めからの飛びは落としづらいっていうところが出てましたね、はい、しっかり重なってってましたからね。あれはどうしてもブリッツを意識してしまうんですけども、タイミングをずらすということで、もう本当に最初から最後まで読み合いで勝っていたかなと。これですね、ありがとうございます。さあ、続きましてですね、選手に上がってきてもらいましょうか、マチャボー選手、そして DC 選手、壇上にお上がりください。この組み合わせは、はい、楽しみですね。これは非常に楽しみですね、まあ、大会、はい、本当に最近安定して勝ってるこのマチャボー選手に、もう暴力ですよね、はい、DC さんの DC 選手のシーンは本当にすごかったですね、先ほど。ただそのマチャボーさんのやっぱりしっかりしてるところというか、あの対策ですよね、あのちゃんとその重なっていないところにはしっかり割り込む、でそういったところがこの DC 様があの抑えるか、うん、DC 様が押せるかというところですかね。本当に勢いはありますので、そういった意味でそのそうですね、マチャボーさんの対応力に期待かなと、はい、DC さんもやはりこのかなり落ち着いた雰囲気のある方なんですけども、ひとたび試合が始まるとすごかったですからね、もうひ
たすら攻めて2試合行って1分半とかじゃないですかね多分本当早かったですよね。はい、試合内容はちょっともう本当に見てもらえば何がすごいのか、はい、まあ、先ほどの試合で、ドグラス選手が使用していた、まあ、シーン、まあ、同じキャラなんですけど、はい、もうプレースタイルがそうですね、全く違いますからね。同じ関西でもここまで差が出るのかと、本当に性格が出てるなっていう感じでしたからね。いやもう、もうパワー系バイオレンス系ですねまあそうですね、はい、あの大阪の予選で決勝がそのドグラス選手、はい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 、そして DC 選手同キャラ戦だったんですが、開幕前じゃん、もうドグラ選手がやりたくないっていうぐらいすごい破壊力あるんですよ。かなりその、まあ、対応型ですよね、マチャボ選手といえば。そうですね、まあ、そのプレイヤーにこの攻めがどこまで通るのかなっていうのがやっぱりその見どころかなと。組み合わせ的にはどうなんですかね、会が割とあの戦えるという話は聞いたことがあるので、うん、そういったところも含めてその牽制の相性で優位に立てるんであれば、常に落ち着いた戦いができるんじゃないかなと思いますね。最近はその あれですね、あこれ 逆になってますかね、お名前がこれはサイドが逆になってるのかな、ワンピー側がマチャボー選手ですね、はい、そしてスーピー側が、DC さんですね、はい、名前逆になってます。さあ開幕前ジャンプ D すごいのが来ましたね。あのもしかしたら空中投げに対して早めのジャンプ D だったのかもしれないですね。そうですね、マチャボーさんを信頼したか。さあデンジャータイムですね、この時に、打撃が当たると非常に長いのけぞりになるので、これですね、かなりデンジャーな感じなんですが、さあビークが通ってシーンはやはり火力がありますね、はい、さあここからマチャボーも押し返していく。やはりこのマチャボー選手の回かなりその空対空、はい、そうですね、空対空もそうなんですけど、空対空を一種してそれを嫌がると空中上げしてくるというイメージがありますね。そして反応早い、今のさまだ終わらない、さ距離が遠かったんで最後はしゃがみ S、 そうですね、エルフハントが有利フレームを取れるということで、その先端から 2S でこの暴れを買っていった形ですね、はい、さあ今度はテイクダッシュ D でしたね、はい、すごいですね。さあこの下りのバルチャーシーズでタイミングをずらしつつ降りていく、反応がいいからこそこの対空釣りのバルチャーシーズでジャンプ D が信用して打ってるのかもしれないですね。そうですね、さあどこで切り替えてくるか、マチャボかい。さあテイクダッシュハイスラが当たる、これガードしてリスクがある技なのでロマキャンでフォロー、ライドが当たっている横上横と打っていく初めて見た軌道ですねそうですね、なかなかの軌道見ないと思うんですけどさあビークのスカイにテイクダッシュ、ここは地上を投げ肉を食べつつ攻めたいところ、相打ち両者ダウンして、ここから空対空ですね、チャージで落としつつこのボキムで禁煙スタイク、すごいですね。さあマチャボー会が取ってこれで 1-1、 開幕これ試合、これ多分私たちも調べてますよね、はい、調べてますこれはすごいですね。さあ今の1点読み非常にでかい2ターンだった。さあここからマチャボーはダッシュ投げチャージ、しゃがみ PK 前 K と打って固め直しつつ位置が入れ替わる、これで逆転。さあチャージは飛んでバルチャーで降りていく、やはりバルチャー結構判定でかいんですかね。そうですね、ドマキャンして怪しい軌道バスト、これまだまだ終わらない、しゃがみ K が通る、肉を食べたかったが、おっとこれは肉をここで食べる、ここは冷静でしたね。さあ寄っていくクジラが、ここからおお、これは真のジャンプハイサーですね、裏に判定があるんですよね、はい、
すごいですね、勢いでいきましたね。さあ思わず頭を抱えていますね。キャラクターちょっと悩んでいるんですかね。シンに対して何を出してくれるかです。もともと俺でも赤い状態で、はい、その肉ゲージが、はい、カロリーゲージが赤だったじゃないですか、はい、俺食わないんじゃないかなと思ったんですよ。そうですね、ただやはり安定を取りましたね。さすがに同キャラクターですね。さあここは同キャラを選択してきました。どうなるんですかね。同キャラ戦を破ってこの決勝に進出したという背景ありますから、どうなってくるか。さあ、さっきやってきましたね。やってくる。さあ、マチャボーがここためビークから肉を食べる。さあ、ビークを打って。すごいですね。エルクにジャンプに。やはりこのあたり。慣れてますね。大キャラ戦慣れてますね。リターンの取り方がちょっとおかしいですけど。さあマルチャー、シズヒロよ、ミスってしまった。受け身から空中投げを決めたのは赤い方ですね。マチャボーシンが空中投げ、飛んで空対空、これはバックステップで一旦下がっていく。白い方が DC ですね。空中投げロバキャンして、ただ珍しくバーストを警戒してるかなといった印象ですね。バーストあんまり読まないっていう感じだったんです。それだけ、それだけ取る、はい、非常にこの DC さんのこの動きが奇妙だということで、そうですね、しっかりダメージを取れるだけ取っておこうというところですかね。さあ投げからロマキャンビーク、ビーク、さあ3回目のためビークはできなかったが、しかしここ空中投げダウンウイチしてがむしゃらについてみたら、さあこれで 1-1 ですね。さあ同キャラにしたのがこれで正解でしたね。さあもう一切迷わず最速で対戦しましたね、はい、どうなりますかね。さあこれで 1-1 開幕めくりバルチャー豊富ですね。開幕、いや開幕相当打ち込んでますよね。そうですね、当たればというところですよ。さあここは歩きに対してここは暴れて肉ゲージは回収させない。今のもおそらく肉を食べたいところを潰すエルクだったと思うんですけど、もうさらにその上を行きましたね。はい、すごいですね。やはり同キャラのそのやりたい行動、まあ、逆にその肉ゲージ見て、はい、大体相手が取るであろう行動は織り込み済みのような気がしますね。すごいですね。地形体育、これは行きましたね。ライドザライトニング、ライドザライトニング DC が取って、なぜかステージ脇のドグラさんが苦い顔してますね。いやー、さあ空中投げ、マチャボーが投げていく。すごいプレッシャーですね。ダッシュ投げゼロになりましたかね、マチャボーさん。そうですね。さあさあ投げ返して、これ 3K から固めていく。ジャンプ D、 ここは少しでもダメージを取ってこようという姿勢か。後ろに投げてスカシゲダン、ここバースト、わー、前入る。おっと、これはかなりヤバい指導が入って、さらに空中投げでダブルアップ。さあ肉ゲージ的には DC が引っ掛けるのが非常にうまい。橋に運んでビーク、さらに肉も食べていく。さあボルテックデイン後ろに引き逃げ、ビーク、うん、DC 強すぎる。すごいですね。地上牽制に対して地上牽制で勝つんじゃなくて空中技で押し通してましたね。ジャンプ S、 ジャンプ前ハイスラのあの割り込みがもう本当に一度だけじゃなかったので狙ってますね。あれすごいですね。さあこれが DC なんですよね。 DC でしたね、はい、多分今日一番見たそのプレイヤーの中で勢いがあると言ったんですけど、はい、勢いそのままにいきましたね。本当そうですね。この決勝トーナメント1回戦では小川里を倒して、こちらの2回戦でマーチャボーを倒して、これはもうこれ、ね、本物ですよね。すごすぎますね。さあこの後はルーザーズをやる流れっぽいですね。9番
10番となっているのかな、これは。リオンさん、リオン選手とモッチー選手の試合でしょうか、これ。ということはオンライン予選の決勝ちょっと進行。あ、ビナーズファイナル。あ、すみません、失礼します。ビナーズもそのまま進んで。はい、そのまま行くそうですね。じゃあビナーズファイナルまで決めて、その後ルーザーズを。はい、わかりました。はい、行きましょうか。さあ、ウィナーズファイナルですね。先にこちらを見ていきたいと思います。ここも新ローキャラ戦です。はい、大阪の。そうですね、けど目の前で普通試合を見ていたら同じキャラということで対策がまあしやすいっていうのはあると思うんですけど、はい、DC さんが何をしてくるかわからないので余計混乱してるんじゃないかなという力強さがありますよね。かなり読み合いに、はい、その泥沼に持ち込んでいくのが本当にそうですね、うまいなと。自分だけ船に乗ってますからね。そうですね、はい、かなり冷静に。そうなんですね、すごい動いてるように見えて、まあ、要所要所ではしっかりしたのが、はい、差し込みだったり本当にすごいですね。はい、それでは選手の両面上がってきていただきましょうか。続いての試合はドグラ選手、そして DC 選手のウィナーズファイナルですね。こちらを見ていきましょう。さあ舞台袖では本当にかなり苦い顔を、はい、見ますが、さあ大阪の予選から、1ヶ月以上経ってるのかな、1ヶ月ぐらいでしたっけ、はい、どうなりますかね、これちょっと時間空いてるのですごい余裕があるように見えますね。はい、DC さんの方には大阪の予選では、はい、迷いのないジャンプハイスラー最速ライド空中、空中ライドが火を吹いてすごいですよね、ライド、はい、なんか型にとらわれず対空ライドってしましたからね、さっき。あ、さっきそうですね、そうですね、確定して、回線ですよね。そうですね、右上左って、えっ、なかなか見ない、はい、軌道を見せてくれるっていう。さあウィナーズファイナルは、関西勢同士の試合ですね。キャラは同キャラでしょう。これちょっとあれなんですね、モニター越しに相手の顔ちょっと見えるんですね。あ、そうですね、ちょっと上見えるっぽいです、ね、プレッシャー掛け合ってる感ありますね、うん、さあ続いての試合はドグラ VS DC ですね。なんかその DC さんかなりリラックスしてますね。まあ、いつ見てもなんか余裕あるなっていう感じがするので、余裕としてる、はい、いやけど、あの開幕の選択肢だったり、まあ、はい、本当に調べること絶対してるはずなんで、立ち配すらはそうすごいですよね。しびれましたね、あれ、はい、あれだけあのジャンプハイスラやビークで、あ、ビークやね、バルチャーシーズンで荒らしておいて、はい、あ、冷静に立ち配すらっていう、はい、ピンポイントで。さあ現在ボタンチェック中ですね。さあ準備ができたのでウィナーズファイナルですね。さあ大阪の再現なるか。はい、もう開幕からもう注目ですね。そうですね、さっきの新同キャラ戦でかなりいろいろ見せてもらったので、あ、こうさ冷静下がってきましたね。ここは一旦下がる感じですかね、ウィナーズファイナルは。怖いですよこれから。同キャラはやっぱりそのエルクに対してなんかどのように対策していくかっていう感じが基本方針なんでしょうかね。はいはい、地上でなんとかするのかなと思ったら、はい、先ほどの飛び上がりのジャンプエースだったり、はい、本当に工夫を凝らしてますね。さあしかし、さあまずはまずは DC シンが一気に取っていきましたね。あ、カラーが赤になってますね。あ、そうですね、先ほど逆になってたと勘違いしたんですけど、そうですね、下見ると DC さんですね。そうですね、はい、さあ第2ラウンドはドグラペースで進んでる、完全にやり返してますね。
すごいゲームですね。すごいゲームですね。やはりその芯軽くあるから軽くありますね。見応えありますよね。体力ゲージがたくさん減るのって見てて気持ちいいですからね。やはりブルが当たった瞬間とかかなり、あ、そうですね、幸せな気持ちに見てる側になりますね。さあ今度はやり返してこれで 1-1 開幕。ここはドグラが積極的に仕掛けていく。マイピーからこれは飛び上がりはかなり伸びましたね。ダメージ一気に半分。ここ肉を食べて飛び上がりがいやらしいですね。いやこのジャンプして様子見するのがちょっと怖いですね。さあしかし2コンボですね。コンボ2回でもう残り2割を切っている。さあドグラが押し込む。 S から F、 N からヘルク。ここでグー対グーロマキャンして取り返していく。さあ一気にドグラが行きましたね。今のは直前ガードしてたにもかかわらずガンガン行きましたね。かなりシンクロしてましたね。エンエスエルクで嫌がらせして飛んでも空中投げなどのフォローができるということでガンガン攻めていった感じですかね。直接多分エルクを潰すしかなかったんじゃないかなと。さあドグラがやはり仕掛けていくのか。食がしてこの上の体力バーの下のこの赤いゲージ戦どんどん今溜まっていらっしゃる、はい、あれが溜まった状態でコンボを食らうとかなり第3ダメージが、はい、どんどん上がっていく形ですね。ここはライドザライトニング逆に押し込んでこれ走り背負わせられるのやっぱ強いですね。そうですね。さあ肉を食べつつキャンデフォロー空中投げブリッツして 8K は届かなかったか。今のはゲージ状況的に確定していたんですが届かなかったですね。しゃがみハイスラー、ね、しかしこれ冷静に2個を食べましたね。さすがにないと戦えない。さあためビーク上手すぎる。カウンターしてここは効かない。冷めませんね。ゲージでいくこれですね。あの小沢さんを倒した連携。そうですね。やはりこの肉ゲージが減ったときは、はい、まあ、基本的には、まあ、肉を食べてカロリーゲージを回収したい。そうですね。で相手もそのポイントで読み合いを仕掛けてくるはずなんですけど、はい、なんで走ってくるのっていう試合展開が。そうですよね。逆にその肉食べるところを潰すのに対してさらに潰してくるっていう、はい、非常に試合作りがうまいですね。さあ上から行ったところはしゃがみ P で対空。ここは投げて画面貸しロマキャンコンボ。さあ肉を食べてこれで追いつく。確かに状況的にはちょっと厳しい感じですかね。ゲージ、いやしかしバルチャーの打ちどころがうますぎっすね。ほんで位置が入れ替わる。ライド総裁はしないですね。総裁はしない。ジャンプ D から最速でバースト。ここはガードして飛び上がりめくってでタメビーク肉は食べずに前に出る。ないの。なんですかこれ。多分投げ釣りなんでしょうけども、すごい選択肢ですね。さあしかしもう肉ゲージがないのでもう無理はできないですね。必殺技が出せない。空中投げドグラが対応して 1-1。 2K や 2S のスカッシュもその要所要所で使ってます。すごいですね。さあ開幕ブルーが通ってはい。さあまたもやブルが通る。ブルバッシュが通るとかなり減るぞこのダメージ。押し込んでおジャンプ系カウンター。ゲージを吐いてバーストはしっかり対応。さあこれで 2-0 で勝利したのが、ドグラ選手ですね。おめでとうございます。これで思わずガッツポーズ。これ嬉しいでしょうね。これは相当嬉しいでしょうね。さあこれで、ウィナーズに残ったのがドグラス選手ということで地元の雰囲気みたいな感じになりましたね。なんか良さそうですね。はい、さあここからルーザーズということ で、はい、早速選手の呼び出しいきましょうか。ゴジライン小市選手、そして小川佐藤選手前にお願いします。この2人はもういつもチーム組んでるぐらい仲いい2人ですからね。結
構その要所の試合では直接対決だと小石さん勝ってるようなイメージありますよね、はい、小川選手が本当に小石さんから学ぶことが多いということで、はい、本当に2人で切磋琢磨してるかなという印象ですね。昨年の夏のアーク党会議でもそうですね、チーム一緒に組んでいましたからね、はい、さあ 1P 側に座ったのが5次ライン小石選手でしょうか。さあそして小川選手ですね。今日でも予選見てると、はい、結構その小川選手ガッツポーズするような、そうですね、あのパフォーマンスがすごかったですね、はい、もう体全体で喜びを表現する感じでしたよね、はい、その部分に関しては多分小石さんの影響が大きいということですね、うん、多分小石さん、そうですね、またボタンの方で、ブリッツボタンを多分設定してるので家庭用ならではの、はい、対策ですね。そうですね、もまあ同情して失敗しないようにですね、はい、さあまずはボタンチェックですね、1P 側が5次ライン小市、スピーカーが小川里ですね。さまざまボタンチェックですね。やはりこのジャンディ・フォルキャン、そうですね、まあ、そう使用してからでないと、はい、できない、安定しないけどで、はい、さあやはりその豊富な飛び道具を使って、はい、でイノが捕まえて大き攻めで倒すっていうのはやっぱり勝ちパターン、そうですね、基本的にその分身を出したいところを最初は狙っている、はい、出されてしまったら、分身を破壊する、はい、といったところが大事な対策になってきますね。さあここはルーザーズですね。ワンピが5次ライン小市イノですね。そして小川佐藤佐藤ですね。小川佐藤佐藤、はい、小川佐藤佐藤です、はい、さあ普段は一緒にチームを組んでいる2人がここは、そうですね、佐藤のモーションもしっかり真似して開幕となっております。気持ち入ってますね。気持ち入ってますね。さあ開幕両者垂直ジャンプ、ジャンプ D はしっかりガード。やはりその小川選手攻めにかなり攻めやその器用なセットプレーに注目されがちだと思うんですけど、はい、そのディフェンス意欲、そうですね、攻められてしまった時に、はい、やっぱその佐藤は上に逃げるのが強いので、はい、上に逃げられるところではしっかり逃げていく、はい、そうでない時はしっかりフォルトレスディフェンス、そしてブリッツなどのシステムを使って、回避していくのがうまいですね。さあ現在リードしているのはワンピカは50ライン超えてですね。そう地上投げを決めて画面足ジャンプ S フォルキャン K、 あれかなりきついレーン、ガードしても始めれば K はきつそうですね。うまい。ここはロマキャンからギャラリーを決めて時間を稼ぎつつ、ここで召喚ツッツキから移動攻撃、ガードしてガードしてガードしてさらにガードしのいでいく。しかし、最後は遠距離です。先ほど、イノが上にいる間に気づいたら分身が後ろにいたっていう状況がもうすでに素晴らしいですね。分身の操作に関してはもう世界一と言っても過言ではないですね。さあ、この連携ですね。いやしかし、低空ダッシュ P が出なかったか。さあ、そしてドリル、カウンターしか空中ヒット。やはりこの影防衛があるからそうですね、もう難しそうですね、消すのが。今のも2K で潰したいのにも押した瞬間からこの無敵になるという超ドリル、これ置いていきますね。さあここで気絶してドリルでとりあえず安定ですね。召喚して最後はドリル。さあ最初のセットは 2P からですね、小川佐藤が取ってきました。やはりその微妙な、はい、
消されそうだなって時にしっかりそのそうなんですよね、後ろに分身を下げる上げる、そして必殺あの技を使って移動させる、そして影潜り、どうしてもダメな時は影潜りを使う、その使い分けですよね。本当に生きてるかのように、ですよね、はい、そうですね、対策ノートがありますからね、はい、そしてオガノート、オガノートです、はい、かなり対策調べているみたいなんで、さあここはダストはしっかりガード、負けじとダスト打っていく、小池ジャンプハイスラーから、ここは着地投げ受け身を取らせてインバースト、しかしそのままコンボ決める、音符を重ねてアモルパス、さあ一旦しのいだんですが、これダウンとかするとかなり危ないですよね、これだけ差があっても、やはりこの前後に動かす、すごいですね、潰せない、空中投げが今狙ってましたね、はい、今の空中投げ取ったらもうかなり危なかったですね、危ないですね、多分回復してしまうのでもう一度しのがないといけないという展開になりました。さあ小市が取って、さあ開幕、さらに端に投げていく、Sから KD はフォルトを張っていたので届かなかった、スカシゲダン、さあコンボを決めて、下段でもやはり結構減りますね、そうですね、画面端であれば非常にたくさんの、必殺技が入りますので、はい、まあ、そのザコウもそこまで防御力高くないですからね、はい、さあケミカルが当たる、これは倒しに行きたかったんですが、ちょっと横ばってしまいましたね、端はまずいですよ、これは回収しつつ分身の勝負ですね、そろそろやばいんじゃないですかね、気絶がちょっと危なかったか、うまくしのいで、はい、ギャラリーキャン、さあ召喚してこのバーストもう早めに使っていますね、うますぎますね今うますぎるな、音符を手前で爆発させることによってヒット数を減らす、デッドマンズハンド、デッドマンズハンド、これはジャンプ D でぴったりですね、はい、さあこれで 1-1、ジャンプ S、はい、さらにダウンまで奪って下段はしっかりガード飛んでいる、この辺りしっかりキャラ対策している、引っ掛けてここから置き攻めブリッツ、さらにここでバーストギャラリー食らいそうだったんですが、まだ消したかったですね、さあ狂言で逃げる、上から行って、おうまい、さらに空中投げも狙っていく、ジャンプ D は空中ガード、ここからテーダコン、ゲージはあると限界、ぎっちり決めていく、素晴らしいコンボ判断、思わず拍手が会場からいやー水試合ですね、さあこれ 1-1 ですね、やはりそのどちらもダウンを取られてしまうと、はい、かなり厳しい、かなり厳しい状況になりますね、小川選手もブリッツを使ってまずは、一発目を防いでから、はい、また結局ガードしないといけないんですよね、はい、そういったところで、結局ゲージを使ってもガードしなきゃいけない、ガードの回数を減らす、縦の回数を減らすしかできないのがちょっと厳しいかなという感じがしますね、しかも結構その小川だとも結構ガードしてると思うんですけど、そうですね、それでもそのジャンプリーが中断なんですけど、そこどうしても間が空いてしまって、はい、先ほど言ったその上に入れる行動がそこで引きずり下ろして、はい、出てしまう、そこで直前ガードがされてしまったら非常に展開変わってくるんですけど、はい、今のところそのフォルトで使ってるの、フォルトを使ってるのなかなか反撃までいきませんね、さあ3セット目ですね、勝った方が一つ上に行けますが投げられた瞬間に今悲鳴が上がりましたね、小市さんは本体がダメージを食らってるかのような、そうですね、うわー声が聞こえますからね、多分苦しいんでしょう、さあここは窓際デスペラートで切り返していく、モビルタイク、この辺り本当に抜かれないですね、キャンしてさらに表現で逃げていく、分身消して空中投げ、さあチャンスが来たか、スカシケダンダブルアップを仕掛けていく、ここは冷静に地上投げ、タイムがガッツポーズ一戦ですね、そうですね、さあ開幕表現ジャンプ D、
ガードして、さあここから小川のターンが始まるか。これハゲ潜りでしょう。分身消して音符音符うまい。さあ空中直下してしっかり投げていく。さあホバーでめくっていく。さあ空中投げを狙ったんですが、やはりあの辺りの行動が噛み合わないと。いやーしかし今のよく消しましたね。さあ何を奪ってこうデッドアングルは読んでいたんですが、反撃までは結びつけなかったか。ジャンプリーに対してはタッチスピードで暴れていく。ですね、素晴らしいですね。もう慣れてきたかなというところですかね。さあ今のもダウンを取りたかったんですが、ここはバースト。さあここから空中投げスカシゲダン消毒が見えていたんですが掴めず。これもうまい。冷静に対空上からいって地上投げ、すごいですね。下もガッツポーズ。さあ両者引かないですね、はい、あそこで冷静な投げを選択できる素晴らしいメンタルです。さあバックステップ潰して受け身に打ち投げを狙ったんですが、そこから小川のターンが始まってしまうか。金 S からケミカルまでつないで置き攻め、逃がさない。これをガードするか小川。今のはしのげるかダムドファング。ここから置き攻め、いやこれはまずい。崩して最速バースト。さあまだまだダウンを奪えばチャンスあるぞ。冷静に前 P 対空。まだわかりませんよ。まだわかんないですね。さあ分身消してケミカルだー。低空ダッシュが出なかった。ちょっと今のは稼ぎに行っちゃいましたね。位置も微妙だったんですね。すごい接戦をものにしたのは小川佐藤選手ですね。おめでとうございます。すごい。さあこれで、ルーザーズ1回戦ですね、はい、これがルーザーズ1回戦ですが、はい、これが1回戦ならやばいですね。さあこの後は、モッチー選手、はい、そしてリオン選手、壇上にお上がりください。先ほどの試合勝利しました小川佐藤選手はこの試合の後にふもさんと、はい、ふも選手と試合をしていただきます。この2人はオンライン予選の決勝戦組み合わせとなっておりますので、まあその時は、リオン選手が勝っているということで、はい、リオンさんのですね、その前に出ながらの画面端に押し込み、画面端に押し込んでからのミハイスルがすごく機能していた印象ですので、うん、まず端に持っていかれないようにモッチーさんが徹底していきたいところかなと思いますね、うん。一度戦った選手と、はい、もう一度戦うときにその読み合いが本当に変わっていて、はい、それを見るのが本当に面白いですね。普段から結構見てる感じですかこの2人の対戦は。そうですね、けどやはりちょっと立ち回りは多分その、この間そのマチャボーさんと一緒に解説をさせてもらったんですけども、はい、本来であれば海側が、対応する形になるんですけども、この組み合わせリオンさんに関してはソル側が対応するという、対応させる感じ、はい、逆になるんですね。非常に楽しみですね、まずはボタンチェックをしていただきましょう。 1P 側が、モッチー選手ですね。そして 2P 側が、リオン選手となります。これあれですね、リオンさんこれ、はい、同乗書ボタン設定してましたね。設定してましたね。しかも別のそのそうですね、他のボタンとはまた別のボタンに設定しましたね。あの場所によっては間違えて押してしまう暴発もありますので、はい、その自分の押しやすい場所に設定する人もいますね、やはり。さあまずはボタンチェックですね、主人公対決ですね。
さあこの後は、ふもさんと小川さんの試合ですね。その後にこの試合の勝者とマチャボーさんの試合となります。どうなってもどうなっても面白いですね本当にレベルが高い。全国大会常連みたいな人しか残ってない感じですね本当に。さあワンピガがモッチーソル、ツーピガがリオン回となっております。開幕リオンが仕掛けていく、やはりこのオンライン予選もこんな感じの展開だったんですかね、前へ前へといったところでリターンを取ってきましたね。さあやはりこの引かないですね本当に。そうですね、そしてモッチーさんの立ち配皿や前 P を使って相手のその牽制に対してリターン勝ちを狙っているんですけども、それができないと一気に画面端に運ばれてしまうという展開ですね。さあここは、ベイパーをやり過ごしてバーストを使わせるモッチー。さあ今のはよく見てましたね。そうですね、足場へ透かせるのを見越して前に出てましたね、ゲノさんが。さあここはロマキャンコンボ、砕けろ、空中投げを狙う。さあやはりこの決勝トーナメント1回戦の、はい、そのフモエルフェルト戦も結構その起き上がりにそうですジャンプライドを、はい、あライドを話してましたね。非常に今回強力な、はい、あの覚醒必殺技となっているので、あのガードされてもあの直前にガードをしないと反撃が難しかったりするんですよね、はいはい。まあ、それも見越して打ってくると、はい、まあ減りますからね。そうですね。さあここで気絶してすごいまずはモッチー。それ側のコンボが高すぎてですね、はい、あるあの補正のないコンボが入ってしまうと、はい、次のコンボであの気絶が見えてくるっていうのがありまして、はい、今の最後ピヨってしまったんですけども、ちょっと指導に気をつけていかないと本当に1回のコンボプラス置き攻めで終わってしまうって展開がありますので気をつけていきたいですね。今回のソロは結構相手気絶させやすい。そうですね、ダメージも非常に高くて空中投げをあの要所要所で狙ってるんですけど、空中投げの気絶値も非常に高いので空中投げも蓄積していくと本当に危ないですね。さあブリッツに対して足払いですね。さあこれはあのマイピーがスカル1。そうですね、ジャンプピーでメイパースラストには負けてしまうんですけども、それでもやはり安定の高いですね。さあリオンカイが前に出る、シエルから強化チャージ。さあここは確認してロマキャンコンボ。そうです、ね、しかも最後スコープしまってロマンキャンあのバースを待ってましたね、はい、確認しながら、はい、さあ開幕セバーを打っていく、カウンターヒットしているのでつながる、なかなか減ってますね。さあ位置が入れ替わる、足払いからシエルはこれ一旦下がっていく。さあ前に出る、リオンが前に出る、3杯で位置が入れ替わる。さあちょっと止まりましたね、コンボガンフレから落としきれず、さあ押し返せるか。さあ飛び棒しのリボルバー、さあゲージを吐いて触りに行きたいんですが、結構その対応されてちょっと困ってる、ね、そうですね、あの常にその鳥かごができるように、はい、飛んだら空中投げを狙う、これですね、はい、さあかなりやはりオンラインで負けて対策を練ってきたかなってところありますね。人対策ちょっと考えてきたかもしれないですね。最初そのガンフレームが置きガンフレームでその相手のダッシュに対して燃やしていたのが印象的ですね、はい。一番最初はい、相打ちになって炎さえ出てしまえばカウンターヒットであの受け身が取れませんので、はい、そこをしっかり拾ってちょっと手を出しづらくしたところをガンガン前に出ていったような気がしますね、はい。さあ今の試合は勝利したのがワンピガですね、モッチー選手となります。おめでとうございます。この後はフモ選手と小川佐藤選手ですね、はい、はい、両者壇上にお上がりください。